どうもタブヤンです。信長の野望戦国群雄伝、前回長宗我部元親で四国を統一しました。さあ今回はね、四国をね不沈空母とするべく内政に勤しみたいと思います。北に毛利、東は混沌としてますね。足利家が真ん中にいて、近畿なぜか29国赤松は北条に降伏そして三好長慶の後継者松永久秀が、ま、国が分断されてね、滅亡直前、鈴木家紀伊にいて、北畑家が三重で頑張っております。そしてその東には信長が力を蓄え、そして今川動かず北条武田と、武田がね結構強かったんだけど追い込まれましたね。北条家が地盤を築いております。そのような日本全国の状況から、さあ1566年9月ですね、現在5年ぐらいかかるのかな、内政今回してみたいと思います。さあ讃岐のメンバーは元親自らね最前線に立っております。江村、やっていきましょう。まあね、半年に1回ぐらいかな、開発でするんですけど、コメントでもいただきましたけどね、行動力がその政治力の 30% しか毎月入ってこないんですよね。で最大が200まで貯めれるのかな、ということで、まあ半年に1回ぐらいでいいんじゃないの行動するの。そしてアワはこんな感じですね。三男のキラが守っておりますけど、兵力が少ないね。武将4人がこんな感じ。キラ以外はちょっとね厳しい武将細川なんてもう弱すぎるでしょそして伊予が次男の高速部近安。まあね、伊予はねみんなで内政したから結構町づくりが進んでますね。一番、あ、三好長春が浪人としていますね。ほうほうほう、浪人が出てきたらこういう風に分かるんだね。まず人事創作でその浪人にして、で取り立てするのかな。はい、取り立ててみようか。本国ではありません。あ、そっか、浪人を取り立てるのも本国しかできないんだ。なるほどね。お、キッカー、耳のキッカー元春が播磨に攻め込んだ。あー、赤松を倒すのか。なるほど。鈴木氏は織田信長の家臣となりました。マジか。武田信玄が忍者を使い殿を落とし入れようとしてますぞ。何の恨みで鈴木家が織田家になったの。マジか。さあ1567年冬ですね。今年も1年内政していこう。町投資で商業価値が598まで上がりましたよ。民中100。足利義輝から使者が来ました。お、三好家の承知しようか。足利家には逆らえない。さあ1567年6月になりました。行動力をね結構貯めないといけないんで、6月と12月に行動しようと思いますせっかくなんでね、内政をちょっと見ていただきたいなと思います。まず土佐なんですけど、輸送するだけですねどうしようかな。36国でね一揆が起きたんだよね。金
200送りましょう。さあ、税率 50% にしたんだけどな、それでもなんか一気が起きましたね。あ、泡でね、一気が起きそうになったのかな。で、あの民を説得すると助かったんですけど、金と兵糧が減ってますね。さあどうしようか。民中減ってるとこ申し訳ないけど、徴兵しとこうかな。徴兵、あ、その前にあれか、米買っといた方がいいのかな。そうだね、でも開墾と治水かな、ここはね。半年間食べてもこれだもんね、行動力が。行動力低いよな、政治力が。あ、治水効果なし。治水効果なしか。キラガイあれば効果あるかな。どうだ。あ、効果なし。まずい。治水って難しいね。マジか。開墾ばっかりするとね、治水が。いや、こいつらでは治水上げれないのか、これ。あはは。民中ばっかり上がっていくけど、治水効果なしだ。政治力のあるやつでないと治水はできないんだな。ああ、全然効果なし。人材が欲しいな。民中だけ上がりました。参ったね。いや、ちょっと覚えましたね。政治力の高い武将に治水をさせて、で、下手くそなやつでも開墾すればまあ、でもね、治水とかまた下がるんでしょうけど、開墾は高層壁じゃない。あ、行動力199、さすがですね。メンバーにさせた方がいいかもしれないね。80って、治水が下がっていくけど、治水は高層壁に任せる。うん、開墾だみんな。治水は私に任せろ、次男坊に。よし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 、いけいけいけ。内政しまくり。もう一丁ぐらい開墾するか。みんなで開墾だ。北条。よし、この辺りで治水、高層壁やっちゃってください。よし、この軍師コマンドをもらえるのがいいよね。自分に言ってるんだけどね。いいね。治水100までいっちゃうか。97、オッケー、内政完了。ちょっと各国の様子を見たいと思います。ちょっと信長の配下になった24国見てみようか。あー、戻らない。隣接国じゃないからかな、難しいのかな。あー、ダメだね。ハタノだったらどう。よし、鈴木定優、うん、丸ごと織田家の織田家になったんだね。武将一覧、あ、鈴木定優忠誠度1、マジかこれ。いやいやいや、ファミコンの謎ですねこれ。取り立てればいいんじゃない。全然忠誠誓ってないじゃん。息子だけ取りましょうか。まず息子取って国丸ごと取るっていうのもありだね。これいい情報を得ましたよ。これ信長爪が甘いな。さあ元地下見てください。この国力、金999、米取引でね。収入を得ました。これは取り立てでしょ。これ鈴木定優を取り立てたら国取れるかもしれないけど、配下武将が取れないんじゃない。鈴木誰を使いとして送るか。怖いなこれ、元近送ったらねえ。
本願寺交差だったっけ、あと何人かが捕まって殺されたよね。久竹行きましょうか。伊予で戦死した元近のね、長宗我部家ので徴用されましたよ、久竹。コメントいただきました、ありがとうございます。このね、生え抜きたちは大切なんだけど、大切だけど200持たせようか。いけ、あ、ダメだ、決心がつかぬよ。わー、200なくなった。うそー、これ軍師が欲しいな。参ったね。高速壁呼ぼうかな、もう一回。じゃあ自ら行こうか。鈴木手に入れたらね、かなりの戦力になりますから、元近自ら行こう。そして300持っていこう。300、あー、ダメだー、彼は忠義のもの。うっそー、これでもう500お金なくなったの。もう1年間の収入がパーになりました。うそでしょ、やっぱ織田家だから裏切らないのかね、え、忠誠度1でも。鈴木定義行こうか、もう本陣。もう一回自ら。男は黙ってギャンブルでしょ。300持っていこう。いけ、やったぞ。織田信長の家臣だった鈴木定義が元近の、え、あ、国を奪うわけじゃないのか。そうか、外交交渉じゃないから鈴木定義を手に入れただけ。いらんわそれ。忠誠88、いやいや、息子の方が強いし。マジか。ああ、ああ、もう軍師でもないしね、こいつ鈴木定義。寿命も近いでしょ。あ、でも兵士丸ごと手に入れましたね。おー、これはいいけどな。いや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 、どうしようこれ。じゃ、褒美やろうか、鈴木定義に。で、もうお金ないな。100、ありがたきしわい、しわ寄せ。幸せ。どうしよっかな。これもう早速ね、あ、どうしようかな、バランスがあるね。他のメンバーはちょっと開墾しとこうか。あー、全然ないじゃん行動力。パス。一気、また起きる。ああ、これね、鈴木定義を仲間にできたので、いやー、お金かかったねー、999あったのに。高祖壁とね、交代したいと思います。どうしようかな、これ先に移動すると攻められちゃうから、パスして、兵糧は496あるからね、 OK、 パスして、で、鈴木定義を伊予に、伊予の城主に任命して、そうしようか。で、鈴木定義を裏切ったりしてね。伊予がなんか裏切りそうだけどな、一回。あ、でも裏切ってるんじゃなくて、自分の国のために降伏したんだよね、織田家にね。で、納得してないから忠誠度が1だったんだよね。うん、さあ、キラ、またパスですね。はい、12月までパスしたいと思います。ふう、これででもね、元近のところに高祖壁を呼べば、その、あー、誰だ、伊勢志摩の北畑がキーに、あー、鈴木重重秀のところ、私が動かしたからだよね、これ。北畑の勝ちか。おっと、これで重秀どこに行ったんだろう。
武田信玄が忍者、ややこしいなおい。とりあえず鈴木定雄息子の方が良かったけどな。鈴木定雄を移動させましょう。はい、移動。米売却しようか。行動力ないけど、みんな金 1.5 だからね。どうしよっかな。300ぐらい売却しようかな。はい。そして高速壁が来るのを心待ちにして、8月早く回ってこい。いいよ、先に来い。あー、サヌキが先か。パスかな。さあ回ってきました。移動しましょう。兄弟2人ね、同じ場所に。鈴木定雄にこの国は任せたいと思います。ちょっと不安だけどね。だいぶ不安か。人材不足だから仕方がない。さあ鈴木定雄が城主になりました。さあ1567年冬12月になりました。さあ半年に1回の行動をしましょうか。北畠家がね、三国になって、またちょっと情報を見たいんだけどな。24国、鈴木のせがれはどうなったかちょっと見てみたいですね。いやー、高層壁がいるのはいいね。やっぱり兄弟2人同じ国にいた方がいいな、今んとこね。北畠家、あー、本陣になってる。北畠智則自ら大名、どれほどの器なんだ。おー、なかなかの器だよね、北畠。年齢39歳、年上ですね我々の。武将一覧、あー、鈴木のせがれ中世90になってる。くー、なかなかのメンツじゃないか。戦闘能力みんな平均的に高いね。前田利家いる。でもこのゲームのね、戦国群雄伝の前田利家は評価がかなり低いですよね。戦闘70、政治58、平凡な武将になってますね。なかなか、でも相手の方が戦闘力は上ですね。いや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 、しっかりした国じゃないか。治水も100だしね。兵糧が少ないんだよね、ちょっとね。まあこのゲームね、難易度な上げても下げても結構兵糧兵糧は少なめになるんだよね、コンピューターね。まあそれは兵糧攻め禁止にしようかな。兵糧攻め禁止縛りでプレイしたいと思います。さあ今回どうしようか。町投資しようか、このメンバーでね。町投資したいと思います。今回はになってたね。もったいない。民中100まで上げよう。金かかるけどね。文化度低いよね。四国の文化度を上げていきたい。本当は築城なんかもしたいんだけどね。よし、民中100になりましたね。どんどん行くぞ。まだまだ行くぞ。1年で一気に上げるんだ、文化度をね。半年分のパワーを一気に。
吐き出す。松投資商業価値450。まだまだいくぞ。あ、人事創作もしたかったな。もう誰もできない。あ、岡ができる。有望な人いないか。おほほほ、全然上がらない。金がありません。あっと、お金使い果たしたパス。織田信長が北条氏康に会っているようです。同盟かな。織田信長が忍者を使って落とし入れようとしてる。マジか。さあ、阿波の国ですね。ちょっと治水が低いな。気になるね。ちょっともう直しとかないとね。キラでないともう直せないと思うんだよね。あー、キラでも無理なの。マジか。もうどうしようもないね。このメンバーには内政は無理かな。内政無理ですね。諦めようか、内政するの。民中さえ上げておけばって感じかな。うん。あとは少しずつ徴兵してね、防備守りをするしかないかな。そんな感じがするな。ちょっとお金を本国に送ろうか。ね、いいよね。よし。さあ、鈴木定雄も行動しましょうか。一番栄えている伊予、徴兵したいな。ねえ、余裕があるから徴兵しようか。もう内政十分だからね、こっちはね。さあ、徴兵、兵力3万まで上げようか。吉田と畑野にね、兵持たせましょうかね。はい、これで3万7000。うん、待ち遠し。いや、もうかなり商業価値上がってるから、必要なお金もかなり高いね。ほら、84とか。マジか。はい、これぐらいにしときましょう。1568年、三好が面会を求められてる。ほうほうほう、さぬきで会います。どこぞの者とも知れぬものでござる。でもね、猫の手も借りたい時だからね。家臣に取り立てましょうか、三好家。裏切りがちょっと怖いけどね。さあ、1568年、あらま、細川が死亡しました。初めてですね、配下が死んでしまったの。さあ、細川死んじゃったので、さぬきから阿波に武将一人移動させましょうかね。バランスをね、取りたいと思います。さあ、三好長春を向かわせましょうかね。はい、褒美与えとくか。200。さあ、抽選100になったかな。なりました。移動させましょう。そうだね、軍事再編成しとこうか。あ、徴兵で、徴兵しとこう。
米相場久しぶりに見た。金 2.0 ですね。ちょっと売却しときますかね。行動力貯めてる途中だけど。売却。徳川家康から使者が参りました。鳥居元忠。金を受け取っていただきたい。陽気に計らえ、家康。さてさて、1568年、6月になりました。さあ行動する月ですね、まあ、勝手に決めてるんだけど土佐で捜索、誰もいないな。さあ訓練しとかないと、ちょっと訓練度が心配なんだよね。兵士増やしましたからね。兵力3万7千か。吉田を兵力1万にしときたいね。もうというかこの5人全員兵力5万を目指したいね。ここはね、伊予はね、国力あるから。まあちょっと4万までは増やしとこうか。4万までまず増やしておきましょうね、今年は。はい。そして訓練をしたいね、ここは。訓練度低い。みんなで訓練ですね、ここは。6しか上がらない。もう一回訓練。鈴木定雄だけは一人で訓練度100にしとこうか。訓練度8。さらに訓練。そうだね、全員訓練しようか。はい、6月終わり。あ、しまった、兵糧足りない今兵糧足りなかったぞ。大丈夫か、翌月までさあ金999。ここはどうしよっか。兵力3万。国力が低いからね、サヌキはまだ。開墾ですかね。うん、開墾しよう。さあ全員で開墾だ。あまり上がらない。さあどこまで上げれるか。281。300は越さないとね、みんなで開墾して。政治力が差があるな。高速壁なら全然いくでしょう。おい、金で320。もう一丁いっとくか。全行動力を使って、さあちょっと治水上げていこう。治水75、100までいけるかな。元しかもう一回87で、高速壁もよし、治水で100、完璧だぜ民中100、 OK、 いい仕事をしたな。そして泡ですね、治水度が低いけど三好長春だったらなんとかなるのか。あ、ならないよね。政治力42。どうしようもない、ここは。どうしよっかな、ここ。でも徴兵しときたいんだよね。徴兵と訓練しとくか、ここは。ねえ。もう、金兵糧の収入は、ここは輸送に頼ってるからね。徴兵しとくか。誰がいいんだろう、三好かな。全員足軽という、なんか寂しいな鉄砲隊いないもんね。徴兵徴兵、兵力を2万まで上げよう。
虫。訓練度低くなるけどね。烏合の衆だよね、これだね。あ、増やしすぎたか。よし、こんなもんでしょう。今回訓練できるかな。あ、キラーの訓練度高いんだ。オッケー。そうだね、もう一回挑戦しようか、治水。キラーがどうだ。キラー、あー、ダメか。政治力何の数値何々以上でないと治水できないとかあるのかな。ご存知の方はね、コメントお願いします。武田信玄が織田信長に会っているようです。稲葉田島で謀反が起こりました。伊丹が浪人になりました。おお、曽我部元親様、織田信長から使者が参りました。信長自ら来たぞ。これ捉える潜在一遇のチャンスじゃないのか。殿のお考え次第にござりまする。しかも金15しか持ってないし、子供のお使いかこいつ。信長承知するわ、もう怖いから。なんか怖い、子供なんかガキに100円あげるみたいな感じで来られたみたいなね。舐められてますよね。武田信玄から使者が来ました。高坂正信、姫を当家の嫁にいただきたい。切り捨てましょう。完全に下に見られてるよね。捕らえる、の取り逃がしました。信玄舐めてるよね。丹後若狭の一式が稲葉田島に攻め込みました。稲葉田島謀反が起きたもんね。あ、松永久秀のところか、三好家のね。あ、一式が勝った。これで三好家の流れを組む松永久秀は残り一国となりました。はい、1568年12月になりました。さあ、土佐はちょっとね、内政っていうかね、輸送隊なんだよね。一応ね、委任せずに置いてます。さあ、今回ね、1566年からスタートしましたけど、もう1時間半ぐらいプレイしてるかな。そろそろね、この12月で今回は区切りたいと思います。いいようですね。スタート時点からこんな感じで、進展しました。兵力が増えたよね、この国は。そして城主も変わっております。鈴木貞雄、ここは訓練しとこうかな。訓練度低いままだとね、戦えないですからね。みんなで訓練しとこう。おい、さらに訓練。民中、税率はね、結構ね、低く設定してるんだけど、たまになんか一揆が起きそうになるのは、多分忍者で、他国からね、やられてるんだと思うんだよね。それはまあどうしようもないよね。さあ、これぐらいにしとこうか。パス。さあ、さぬきと阿波。あれ、どうした。出雲放棄の市川が稲葉田島に攻め込んだ。あー、毛利がさらに吉川元春対一式、先に動いた一式の負けでしょうね、これは。中国地方統一したのか、これで。さあ、長坂元地か。その前にちょっと毛利、わお、毛利家ついに中国地方を統一しました。いやー、マップとしては綺麗だけどね。これは手強いですよ。四国よりも多い 1,2,3,4,5,6,7 国の大国になりましたね、毛利。さあ、長坂部元親、
スタート時点からこんな感じになりました。うん、人口が増えてないのはしょうがないんだけど、訓練しときたいね、ここもね。 OK、 高速壁はエムラだけか、上げときたいのはね。エムラの訓練度を上げつつ、そうだね、さらに内製するか、それともって感じだよね。各国の様子見てみようか。31国覗いてみよう。中精度の低い武将いないかな。あ、戻ら、牛を、あーすごい、金兵糧999、これ奪いたいね。誰だ、牛を、牛をと戸川。ほー、なるほど、まあまあバランスのいい国ではあるね。吉川元春、年齢38歳、友好関係25、もう険悪な仲ですね。うん、他の国もちょっと見てみようか。29国覗いてみよう。あら、もう一度、元しか自らでいいか。あ、吉川元春本陣、北条氏重がいる。小早川高景、そして山中鹿之助もいますね。いやー、山中鹿之助欲しいな。めちゃくちゃ優秀じゃないか。大名より優秀じゃん。萩っていうやつが中精度3だけどな。攻めるチャンスではあるんだけどね。どうしよっかな。とりあえず今月は終わっておこう。来年戦かな。どこに攻めるかは問題ですけどね。はい、そしてアワーがこんな感じですね。あんまり進歩してないかな、ここはね。訓練だけはしとかないとね。訓練度上げとこう。はーい、一瞬で終わる。半年間貯めてるんだけどね。なかなかですね。ということで今回はここで区切りたいと思います。内政動画になっちゃったけどね。次回、毛利と戦うべきか、それとも北畠家とかね、足利とか近畿に攻め入るべきか、どちらかまだ悩んでおります。皆様のね、ご意見あればコメントをお願いいたします。それではまたここでセーブしたいと思います。今宵はこれまでにいたしとうございます。それではまた、さよなら。